はい、質問はですね、安楽椅子とは何かと。安楽椅子、よくね、安楽椅子に腰掛けるっていうふうに言いますよね。こう安楽椅子、実際の椅子じゃないですよね。何かにこう、私はもうこう、ね、こういうことだから大丈夫とね、私は健康だから大丈夫とか、私はよく働いているから大丈夫とかね、私はあの人よりも、なんていうんですかね、正直者だから大丈夫とか、私はこんなに説法ができるのだから大丈夫と、まあ、こういうのを安楽椅子っていうふうに言うんですね。だから安楽椅子というのは必ず相手があるんです。相手が、相手よりも自分の方が上だということで安心するのを安楽椅子っていうふうに言うんですね。そういうことです。ここが大事です、ね、だから自分が上に立って誰かを下に見て、私はあの人よりも上だから大丈夫とこう安心するのを安楽椅子っていうふうに言う。わかりますかね。だから無意識のうちに比べているんです、何かと。はい、そして比べた相手を、まあ、見下すんですね。こう見下す、まあ、バカにするってことですね。そうすると、この人は価値がない人間だっていうふうに見るわけです。ね、この人は価値のない人間だと。そして自分はこの人よりも価値のある人間だとこういうふうに感じるわけです。ね、そうするとその差がね、これが存在価値となるわけ。わかりますか。その価値がある、価値がないっていう差が大きければ大きいほど存在価値は高くなるんですか。そうですね、価値がある価値がないという差が大きければ大きいほど、自分が上に立った時は優越感に浸れるんです。優越感と存在価値は同じじゃないです。優越感っていうのは何かと比べて自分は優れていると。こう思う心です。だから安楽椅子に腰掛けている時っていうのは無意識のうちに何かと比べて、ああ自分は上だなあと。こう思ってるってことです。優越感に浸っているってことです。
まあそれが特に仏教に関すること、ね、仏教に関することで安心している状態を安楽椅子に腰掛けているっていうふうに言うんです、ね、例えば私はこんなふうに喜びの心が起きたからこれでもう大丈夫、この裏には、ね、喜びが起きてなくて苦しんでいた時期があるわけ、ね、それはなんて価値がない人間なんだと見下してるわけですね自分を。ところが喜びが起きた、そうすると喜びが起きたら喜びがない人と比べてなんて自分は価値のある人間なんだと一気に、まあ、自信を取り戻すわけですね。これが安楽椅子というわけです、ね、優越感に浸ると同時に自信を取り戻す、ね、その自信というのは仏教に対する自信とは違うんですか。はい、はい、自信はこれ、この自信、自信は私は価値があるんだという自信です。仏教は正しいなというんじゃなくて、あんな価値のない人間とは違うんだという自信です。この自信を仏教では狂慢心というんですね。それでも一応存在価値があるように感じられる。そう、存在価値があるように感じられる。そう、世間一般的に言われる自信っていうのは価値がない人と、価値がない人をね、作り出してね、その人を見下すことによって自分は価値があるんだと感じる、存在価値を確認する、そういう自信なんです。だけどもそれよりも上の立場の人が出てきちゃったら、そうしたらね、今度自分は下の立場の人間になってしまう。そうすると誰かを見下して優越感に浸っていればいるほど自分の頭の上にいる人が見下してきているような感じがして腹が立って腹が立ってしょうがなくなるんです。それは有意識。有意識です。そう、つまり上に立って見下している自分と下になって見下されている自分がいるわけです、ね、だから自分が上の時は安心して安楽椅子に腰掛ける。だけど自分よりも上の人が出てくると下の立場になる。存在価値がなくなってしまう。そう、存在価値があると思って喜んでいた人ほどですね、存在価値が確認できなくて苦しくなる。そして何くそーとね、あの頭の目の上のタンク部が許せんと追い抜いてやるっていうことでこうね努力し始めるわけですよ。やっぱり頑張ることは素晴らしいことですからね、はい、努力して目の上のタンコブをね追い抜いてやると、こういうふうにこう思うとですね、こう、まあこの自分の下にも人がいるわけですよ。わかりますかね。そうするとこの人もきっと私のことを目の上のタンコブだと思って頑張っている、違いないとこう有意識で思うようになる、こういうことです。なりくそっていうふうに頑張れば頑張って上に上がろうとすればするほど下から追い抜かれるんじゃないかという不安が出てくる、うん、そう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 するとまあやっぱり許せないね、下から上がってくる人がね、だからね、気を落とすと、ね、
ね、足で蹴落としていくわけ。わかりますよね。自分が下になったら、下の立場にな、ね、上の立場の時にやっていたものが全部跳ね返ってくるんです。ってことは、蹴落とそうとされるように思える。あ、この人がそうなんですよ。蹴落としてくるように思う。実際はそうじゃなくても、そう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 、全部一人相撲じゃない。そう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 すると、もうね、恨みが起きてくるわけ。上の者に対して、くー、ひどすぎる。私は真面目に頑張っているだけなのに。そうすると、下の者から恨まれているような気がする。そうする、はい、少なくとも本当に自分は蹴落とそうとしているんですよ。そうそうそう。少なくとも自分。だから、まずはその、ね、まあ、これ武器は分別心って言われるんですけど、物事を2つに分けて、価値がある人間と価値がない人間っていう風に作り出すわけ。そして価値がある人間に自分を立とうとする。価値がある人間に立つのは何のためかって言ったら、存在価値を確認するためなんです。だからもともと存在価値の高い人は別にこの分別心を生み出してね、価値があるとか価値がないとかっていうふうに差別を生み出さなくてもいいわけですよ。ところが存在価値が低くなると、やっぱり何かで自分の価値を確認したくなるわけですよ。そこで価値がある人と価値がない人を生み出すわけ、自分の心の中で。で、価値のない人を見下すことによって自分は存在価値があるんだと確認して安心しようとする心が安楽椅子なんです。ね、わかりますかね。ところが一たび見下し始めると、下の立場にもう立つことはできないんです。そもそも存在価値が低いからこの分別心で上に上がったんであって、もう下になることはできない、下の立場になることはできない。だから何とかして上の立場にこうしがみつこうとするのが安楽椅子なんです。その椅子にしがみついちゃってるからですか。動きたくない。動くっていうのは、いわゆる下の立場になる。つまり上か下しかない世界なんですよ。その上のままでずっといようとしたら降りられないから、はい。まあ、こいつ価値が下がっちゃうから。そう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 。下になることができないっていうのは、下の立場になることに耐えられない。耐えられないってことです。つまり見下されることに耐えられないんです。存在価値がなくて苦しいから価値がある日頑張って努力して上がって、はい、あの存在価値ができました。だけども今度は下がってしまうと苦しくなってしまうので、はい、ずっと何とかしてその場に居続けたい。そう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 、その場にこうね、存在価値があるような状態に居続けたいって思う心が安楽椅子に腰掛ける心なんです。いや、まあ、まだね、椅子に座りながらいろいろ順番があるわけですよ、ね、だからまずはこの関係を生み出す、上と下っていう関係を生み出す、ね、このままの状態だったらいいわけ、このままの状態だったら。ところが世の中には上には上がいるわけ。このままの状態ってなってるんですか。その、うん、例えば私が誰か A 君という人を見てね、バカだなってね、ただ仏教を聞いてる人がね、仏教を聞いてない人を見て、世間の人は哀れだねとハハハハってこうね、見下してる間はいいわけ、安心なんです。
でも上には上がいるわけですよ。つまり自分が誰かを見下すと同時に自分にも上の人がいるんです。ここがポイントなんです。自分が下の人を見下してやってきたことは、今度自分が自分より上の人を見たときに自分がされているように感じるわけです、ね、そこで何クソって思うわけですよ、ね、奮発し、いいことですよね、いい心ですよね、努力することはいい心だと教えられてますよね。悔しい、絶対負けたくないって思って一生懸命努力していくわけです。そうすると有意識なので、ね、下の者が努力を始めると、つまり自分が下の時に努力をし始めると、自分よりも下の人が努力をしているように見えるんです。ね、自分が向上しよう、もっと上になろう、その目的が自分をもっとね高めようってことじゃなく、あいつを抜きたい、こういう気持ちで努力をすると、その下の者が努力をしているように感じるんです。これが有意識。そこで蹴落とそうとするわけ。蹴落とそうっていうのは、下の者がどんなに努力をしても決して認めない。例えば子育てで言うならね、子供がね、子供を育てるときに存在価値の低い親だったらね、もう子供を間違いなく見下しますよね。私がこの子を、ね、育ててあげない、私がやってあげない、この子はねダメになってしまうね。そうすると可愛い可愛い、なぜかこの子の上に立てるから自分は。ところがこの子がですよ、努力を始める。ねえ、ママ、私のことを認めて、僕のことを認めてって頑張り始める。どうですか？認めますか？我が子だから認めていいと思うんですけどね。はい？もういや、自分が我が子だから、ここで頑張ってるんだから、いや、我が子だから好きなんです。何を言ってるんですか。頑張っちゃったら私は必要じゃなくなっちゃうじゃないですか。必要じゃなくなるんですか。ねえ。あ、そう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 。ね。そうですよね。子供が一生懸命頑張って、まだね、幼稚園児だったらね、ママとか言ってもうん、かわいいかわいい。でも中学校高校だったらそれなりに力もついてきて賢くなって口答えもするようになる、ね、お父さん僕のことを認めてくれよっていうふうに言ったらどうですか。そうだな、認めようって言ってくれますか。何言うか、まだ働いてない若造が。気落としますよね。ねえ、お前はこんなこともできてないじゃないかって言いません？ねえ、自分はできていて相手はできていないところを探して、こんなこともできてないじゃないか、あんなこともできてないじゃないか、そんなことでね、そんなこともできないのにね、生意気な口を聞くなって言いません？言うんですかね。今はですよ、今はまだ漢字が書けないな、僕が教えてあげるぞ、上から教えてあげるわけです、ね、ところが、ね、子供が成長してきて仏法の理解が深まってきたらね、お父さん、お父さんの言ってるこれって仏法的に正しいんですか、言われたらどうですか。
その時にそうだねごめん間違ってたよ言えます？そこまでは素晴らしいですね。いや素晴らしいと思います思いますか？そんな年ですけど思いますか？今まで自分がね見下していた相手がですよ、自分より上に行こうとしてるんです認められます？ブッポ聞いてる人はそんなにそういうのはそこにほどブッポを理解していたらそれももう良くないと思いますので、いや良くないと思っても心で吹き上がってきませんかそんなまだまだね、生意気な口が利くほどあなたは仏法を知らん。ねえ、ねえ。俺はもうね、仏法を30年求めてきてるんだぞ、上田さんのことで。とかね。お前は何年だ？まだ5年と満たらないだろう。まだまだダメだ。ねえ。口先だけじゃダメなんだよ、行動が伴ってないといけないんだ。それは頭で聞いてるいや、これが安楽椅子って言ってるわけ。安楽椅子ってのはこう腰掛けてこうやって下の人にいろいろ言うわけで、下の人が頑張り始めるとちょっと怖いので自分も頑張るわけで、頑張りつつこう下の人をこう蹴落としていく。こんなこともできた、できたところを認めないです。できてないところばっかが気になる。ね。で、こんなこともできてないじゃん、あんなこともできてないじゃないかっていうふうに思うとね、当然のごとく、自分の頭の上の人が私を否定してくるように感じるわけ。そうするとね、何こいつ、権力があるからといってね、やっていいこととやっちゃいけないことがあるぞと、上の者に対してね、当然恨みの心が起きてきます。こうやってもどん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 と罪悪が深まっていくわけ。まあ、某団体ではそれしっくりくると思いますね。そういう構図はあ、なかなか自分にはないです。尊いですね離れましたからね。安楽椅子に腰掛けることはないんですよね。だいぶね、まあ、本当の仏教を聞いてる人は違和感なんじゃないですか。ないんですね。まあ、教えていただけますからね。いや、なかったらね、やっぱね、子育ての時に子供ができるようになったことをね。いや、こんなに日記が書けるようになってすごいじゃないかというか、いやいやいや、まあ、ちょっとこの辺の漢字がうまくできてないぞというかこう、どうしても自分が上に立とうとするのが人間なの。はい、いや、本能というか、まあ、大体みんな存在価値が低いから。存在価値が高くなるとクッションなんですよ。バカにされてもまあ存在価値が高いからっていうふうに、まあこう耐えることができるんです。でも存在価値が低くなるともう耐えられない。ちょっとでも見下したらね、見下さないでくださいと、バカにしないでくださいっていうふうになるわけ。いやいや、僕はバカにしてないよと。何を言うんですか、あんなふうなことして、よくもバカにしないなんて言えますね、というのはバカにしてるから。これやっぱ存在価値っていうのが低いと、はい、勝ち負けにやっぱりこだわる。そうです、そうですそうですか。あの、こだわる度合いはそうですか。存在価値の大きい少ないによって、はい、勝ち負けにこだわる気持ち。そうあとは罪悪が重いか軽いかです。存在価値が低くなると思いっきり見下す、ね、存在価値が高い間はちょっと見下す。思いっきり見下すと思いっきり見下されたような感じがする。思いっきり見下されたら思いっきり頑張ると
思いっきり頑張るともう一回頑張られてるような気がする。で不安になると、不安になるから今度思いっきりこう蹴落とそうとすると、思いっきり蹴落とそうとすると思いっきり蹴落とされてるような感じがすると、そうするともう蹴落とされるのが苦しいから、もう恨みの心が起きると、なんだお前権力を持って、俺だって権力を持ったらもっと幸せになれるんだとかって思うと、恨まれてるような気がしてもう戦わずにはおれなくなると。恨みっていうのは上の人に対して、あ、そうそうそう、うん、はい、権力者のような、そうそうそう、だから能力的にあまり変わらないのに自分を責めたり思い通り動かしたり見下してきている人に対して、自分はその人に対して何もできないから恨むんです。能力がある人にされた場合は納得がいくんですか？能力があると心から認めた人はね、うん、恨みは起きてこない、うん、でも認められるんですか？相手存在価値から低いと、認められます。もうこの人はもう自分とは関係ないから、競争相手にならないから、どうかでも、そう、どうだ、例えばオリンピック選手を見てね、クソオリンピック選手俺だってとかと思う、ああもう劣等感が湧いてきた、 100m9 秒で走れないなんてってねえ、北島康介を見てあんな風に泳げないなんて思います。実際競ったら圧倒的に負けてやっぱり苦しくなるんじゃないですか？いやだってもうそもそも勝負にならないって分かってるから、でもなると思うんですけど、いやいやだってもう勝負にならないから、やる前からもう勝負分かってるから、そう勝負は分かってる、分かってるから、だから例えばね、北島康介が僕に勝ってね、どうだっていうふうにやったら周りの人はどう思いますい、私がそういう人と競って負けたらやる、いやだから競うっていうのは競いたいという気持ちが起きてくるかどうかなんです。競いたいっていうのは頑張ったら抜ける、足を引っ張ったりね、体調管理をこう下剤とかを飲ましたりしてねいろんなことをしたら自分が勝てるかどうかなんです。勝てないって思ったら妬みの心は起きてこないんです。北島康介って下剤飲ましてこう勝ったとしても勝った気になれないですもんね。そうそう、いやパーってなれないですよね。そうそうそう普通にやったら負けるから。そう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 。また逆に北島康介自身ももうね、どうだっていう顔で自分を、私を見ないんです。それどころかね、よく頑張ったよって言ってくれる。そう、当然ですよ。いや、よく本当頑張ったよって認めてくれるから、自分もその圧倒的差のあるものに対しては、まあ、慈悲の心というか、こう、優越感っていうのはないわけ。優越感っていうのはもう勝負している相手だけなんです。でも僕だとなるような気がするんですけどね。いや、ならない。圧倒的に負けても。じゃあ圧倒的にね、仏と比べて圧倒的に負けて、劣等感を感じます。できてない自分もすごい際立つじゃないですか。いやだってもうすでに仏はもう次元が違うじゃん、うん、あの人は仏だからってなる、うん、そうですね、はい、見下されてるとは圧倒的に差がある人には見下されてるっていう発想がないんで、はい、ない、ない、例えば子供と横綱が相撲取るじゃないですか、あの遊びで、はい、で負けてくれますよね、横綱が、はい、勝ったって喜ぶと本当に勝ったと思ってませんかね、はい、でもその普通の人だったら、あの横綱と相撲を取れただけで嬉しいって、うん、あ横綱に下がっちゃったぐらいの感じで、そうそうそう、もうもともと勝負してない、心の中で勝負にならない、勝負というかそのやっぱり完璧じゃないとダメっていうのがある人は、その人に対してなんていうかできてない自分が際立つじゃない。だからそのもう次元が違う人を見てね、劣等感を感じない。例えばドラゴンボールだったらクリリンがね、ね、もうスーパーサイヤ人だったら悟空と比べてね、劣等感を感じないわけ。もうできなくて当然だ。あ
あの人は特別さで、そう、あの人は特別さってなる。あの人はもう私とは違うんだっていうふうになる。だからその人のように頑張ろうとも思わないし、それでも自分の中でそう思ってるかどうかですよ。違うかどうかっていうの、そうそう、違うと思ってなかったらやっぱりあると思うんですよ、はい、そのクリリンになって悟空と、いやー俺だってできると、あの昔は一緒だったんだしってずっと思ってたら、やっぱりこの野郎ってずっと思う。まあそうですね、そうそうそう、勝負していたらね、心の中であの人と勝負しようと、北島康介と俺は心のライバルだと思ったら悔しいと思う、見下されたように感じてね。ありますよ、小さい頃一緒にやってて水泳でね、小さい頃は競ってたと、でも自分はお金がなくてプール の, そのあれに行けなくて、北島は行ったと、もうずっとそれをこう、それは残ります、もしあの時一生懸命頑張っていたら。自分の方がちょっとね、その時は上だったでしょうか、この2年生の時は。でもね、スクールのに行くようになって、で自分もお母さんに頼んだけど、行かせてもらえなくて。そうそうそう。そういう時はもちろん、その、いや、なんていうんですか、恨みがありますよ。その相手に追いつけるっていうのところまで立てる、それは過去においても含めてね、過去においてこうやっていたら追いつけていたのにっていうふうなものがあれば、それはもう恨みが起きます。上に立つ現実味が少しでもあると、そう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 、はい、要は現実としてもう叶わないって受け入れたかどうか、そう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 、そしてその自分の有意識の中でね、その勝負をして、例えば北島康介、まあその北島康介と僕が勝負して、北島康介が勝った時に僕を見下してやったーっていうふうに言ってくれるかどうかとイメージが湧くかどうか、そうがいわゆる湧くわけですよね。そう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 、そう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 、言ってもらったら光栄ですね。そうそう、ライバルと認めてくれたんです。絶対ないだろうって思う。それどころか、いやいや本当あなたもよく頑張りましたよ、ね、なかなか 200m も平泳ぎできる人はいないですよって言ってくれそうじゃん。例えばそのイチローを見て、ああ僕って野球ができないんだなって落ち込むことあります。そう、やってない、つまり関心もないんです。努力もしてないんです。そういうものに対しては劣等感も感じないんです。でもやりだしたらあれぐらいできないとってなるんじゃないですか、完璧にとらわれてる人は。あ、それはそうですですよね、はい、つまり勝負をしようと思ってる心があるかどうか。相手は関係なくて、ただその負けたっていうところだけしか見ないじゃないですか。負けたっていう心はその前に勝負になるかならないかっていうのがあるわけ、うん、だから勝負して少しでも勝てる見込みがなければ勝負したいという心が起きてこないんです。したいとかじゃなくても、その負けたらただでさえ低い存在価値がもっと下がっちゃうじゃないですか。うん、私たちにはね、マンカマン、マンカマンっていう心があって、ここで負けたけど私はこっちの方ができるからっていうふうに映るわけ。そうなんですね、はい、負けたらアウトっていう価値観がある人もいると思うんですよ。負けたということ自体が、はい、自体がアウトっていう、もうそれで何ていうか死なないといけないみたいな、それがその あくまでも勝負の範囲内っていうのがあるわけ、この範囲っていうのがあるわけです。それでもない人もいるんじゃないですか。ない人はね、ほとんどいない。だからゼロとは言わないまでも、ほとんどいないんです。だからぶっちぎりでこう上に上がっていくと、もう
あの人は特別って言って自分の中で切り離してしまう。分かりますよね。その人と勝負をしている限り苦しいから、だから自分の中でもう負けたんじゃないっていうふうになる。いや、それはね、結構だから範囲が人によって違うんですよ。いや、それは違います。そうなんです。非常に自分に近い人だけでしか相手にしてない人と、はい、もうそれがその、まあ、再現ないっていうんですかね。そうですね、それはあると思います。何にでもががつく人なんですか。いや、何にでもがっていうか、何にでも勝負をしようってことですよね。何でもこの人と勝負をしていこうと。でもそれはもう、そう違うんです。そう、ちょっと違うんです。この安楽椅子とはまた違うんです。意味合いがもう違うので、この場合は入らないんです。またそれは詳しく解説しますけど、安楽椅子っていうのは安心するためにやっているんです。だから安心できる範囲しか勝負をしないんです。これが安楽椅子の特徴なんです。今その話の中身が安楽椅子だからね。勝てる見込みのある争いしかしない、うん、そうそうそう。しかもその出発点はいつも下なんです。上じゃないんです。下だからそれを上げようとして、それを上げてる、うん、そうそうそう。まず下から始まるわけ。だからまず存在価値が低い、存在価値を感じたい誰かを下にして自分が上に立つわけ。だからまず自分はできているものしか勝負しないわけ。 できているところに立ってできていない人を見て見下してバカにして安心しようとする。その時点で北島康介入らない。そう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 、ね、逆上がりができた子が見たい子がかかりそう。そう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 。そうするとその逆上がりできない子が一生懸命頑張り始めるとね、逆上がりをできた自分が優越感に浸れないじゃないですか。そこで逆上がりだけじゃないんだ、こんな飛行距離もできるぞっていうふうにやるわけ。そしたらその子がじゃあ僕だって飛行機降りをするんだってついてきてほしいわけ。その下の子がんな飛行機降りなんてできなくていいんだよって言って離れていくのは許せないわけ。なんか鉄棒のところにもついてくる。そう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 。そこで言うね、バーカバーカーって、逃げる気かーとかって、うーんそんなことないぞ、チキンとは言わせないとか言って、大社員とかできる人とはあの人は違うからいいや。そうそうそう。そもそもさ勝負にしてないわけ。高鉄棒には近づかないってことです。そうそうそう。でその横で結構ねこうできてる人がいてね、鉄棒が。でその人がどうだとかっていうふうにやってきた瞬間にクソーっていうふうになる。で頑張るぞっていうふうになる。こういうのが安楽椅子っていうものだから、安楽椅子っていうのはとにかく安心したいっていうところから始まるわけで、安心、あその構想みたいなですね、安楽椅子には座れないっていう話じゃないですか、ね、だって上の人からそのなんていうか馬鹿にされてるように感じる。だから世の中はそういうのはないわけ。世の中は安楽椅子に完全に腰掛けることがないわけ。でも仏教に関してはなんかこう救われたで終わりっていう。もうそれより上がない。そう、上がない。だから安心できて安楽椅子と、私は救われてもう浄土に行けるんだっていうふうになると、もうその上がないわけ。それ世界のトップの世界の上に行っちゃうわけ。そう宗教に関してはそれができるわけ。心の世界だから勝負はない。宗教での言葉なの。そう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 、安楽椅子は宗教の言葉。世間のあれじゃない。世間の場合は必ず上には上があるわけ。そこでもう競争の世界が出来上がるんです。安楽の方はすごい苦しい世界。そう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 。はい。
そう、でももうどん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 罪悪を作りまくっていくっていうのが、これが真実なんです。だからいつまでたっても安心できないっていうのが安楽椅子なんですけど、宗教に関しては上がなくなる、ここがね、安心ですよね。上が消えちゃうわけですよ。そう、上がなくなっても救われた人は一人平等の世界だから、どん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 罪悪を作ることはないんですか。はい、あ、その時にですね、やっぱりその存在価値っていうのは誰かを見下して感じるものだから、まあ、常に見下してないといけない。そう、常に見下して、ね、私のようにならなくちゃいけないんだ、私のように救われないといけないんだ、で火を吐く説法が始まるわけ、うん、でもそれは返ってこないってことですか。もうそれより上の立場がないので、それがもし慰安人だとなった場合が怖い。で仏教、今安楽室の話はそれで救われて、もう私はお浄土に行くと思ってたと、私はもうこんなに阿弥陀様を信じているから、もう死んだら浄土って安楽椅子に腰掛けてたね。こうやって安楽椅子に、私はこんなに阿弥陀様を信じてるから浄土と、そして仏教を聞いてない人、哀れない人たちね、地獄に落ちていく人たちねって見てね、ちょっと なんかこう反発してくるものがあったらね、あんたね、何も分かってない、真実が何も分かってない、仏教も何も分かってない、こんなこと言うんじゃないわよとかっていうのを感じて攻めてきたね。で仏教を聞き始めましたと、ね、私が信じていた信心はもしかしてね、間違っているかもしれないってこうなった時にね、今まで自分が作ってきた罪悪が跳ね返ってくる。そうすると苦しくなる、バカにされているように感じね、責められているように感じね。だから電話かかってきてもう取れない、取ったらあの人かもしれない私に仏教を聞けって言ってくるかもしれない、ああ聞きたくない、聞きたくない、そうだそうだ、このまま行けばひょっとまひょっとまひょっとで極楽に行けるかもしれないんだっていう安楽椅子に腰掛ける。そうそうそう、だからなぜ安楽椅子に腰掛けるかって言ったら、まあ安心したいがためにいろんな罪悪を作ったからなんです。でその自分の立場が脅かされると、その自分の作った罪悪が跳ね返ってきて苦しいから、だから何とかして自分は救われているんだ、自分は助かっているんだというところに、まあ、どん詰まろうとするのを安楽椅子っていうふうに言うんですね。あまり思ってないですけれども、はい、仏教がこう少し分かってきて、で、まあ、上田さんからこう教えていただいた通りのやっぱりことが起きたりすると、はい、あ、やっぱ仏教って正しいんだなとか。いや、そういうのは安楽椅子とは言わない。それは違うんです、はい、安楽椅子っていうのは必ず相手があるんです。その自分の心じゃなくて、その必ずそのできてない人を見て、ね、あの人よりも自分は救われたっていうふうに思うわけです。それか安楽室に腰掛けて誰かを見て、ね、指導しなければとか教えてあげなくちゃとか、ね、そういうふうにこう見下す行動が始まるんです。それが安楽椅子なんですよ。だから仏教を知らされて、ああよかったっていうのじゃないんです。自分のじゃあ信心が信仰がですね、はい、どこまで進んでいるのかとか知りたいっていうのも、それは不安だからですか。あ、そう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 。そうで、それで分かることによって、そこにどん座りたい。でどん座りたいってのは、そのどん座ることが目的じゃなくて、どん座ることによって誰かを見下すことが目的なんです。安楽椅子っていうのはその
存在価値を確認するための方法なんです。だから見下さなければ意味がないんですよ。例えば私は救われました、それだけでは意味がないんです。救われたらやっぱり伝えずには折れなくなりますよね。伝えることによって、つまり伝えるっていうのは見下すってことなんです。救われてない人を見下して、あんたはまだダメなんだ、まず否定、私のようになりなさい、私を持ち上げてね。じゃああれですか、その役をなんていうか、もう世界の人がみんな救われたんですっていうのはダメなんですか、はい、世界の人はみんな救われたんですって言ったら安楽室の意味がないわけ。救われてない人と比較して自分が上に立つことが大事なんです。一味平等の救いですって言ってて、一味平等になったら困るんですか。いや、一味平等の世界ですっていうことによって、皆さん私を追いかけてくださいって言ってるわけ、うん、さっきの鉄棒の話ですよね。鉄棒、俺こんな頑張ってるんだよっていうふうに言って、俺の鉄棒には関心がないんだよと、俺には関係ないんだっていうふうに言われると困るわけ。みんなが鉄棒をやらないといけない。そう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 。だから仏法はみんなに関係のある教えで、一味平等の世界になるんだ。砂場の子もみんな鉄棒に連れてこない。そう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 で、一味っていうところがポイントです。一味だからこそ上がいないんです、ね、救われたから一味でもうみんな平等です。これを言うことによって、私の上はいないって意味なんです。そして一味になってない人は下ってことなので、その下の人に対して一味になりなさいって伝えられるわけ。全人類の上に立っちゃってるわけです。そうそうそう。それが安楽椅子なんです。そうなると全人類を踏みつけてるわけ。そうそうそう。それは無意識化やる。そう、だってその存在価値を確認するためにやる方法だから。以前の安楽椅子の説明では、はい、もう種をまかなくてもいいと思いたいって言われてたんですけど、それと今回は内容が違う、はい、そうですね、内容が違うってことです、はい、前のは前ので安楽椅子なんです。前のは前で、いや、これが安楽椅子、うん、はい、こっち側が安楽椅子。無常を否定するとかは関係ないですか。無常を否定するっていうか、その安楽椅子っていうのは結局自分がこの、その存在価値を確認したいがためにやるんです、うん、そして無常はそれをこう否定してくるわけです自分の作ってきた立場をこう崩していくわけです、うん、はい、こういうことですね。これあの仏教をずっと聞いていくと、はい、どうしてもその安楽椅子っていうのは、いや、これ仏教を聞いていくと安楽椅子ができてくるんじゃなくて、そもそも罪悪にまみれた人が仏教を聞き始めると安楽椅子を作り始める。罪悪が減っていけば安楽椅子でいいのか、必要なくなる。そうそうそう。あくまでも安楽椅子に腰掛けようとするのは安心したいから、安心したいから腰掛けようとするわけで、立ち上がると、安楽椅子から立ち上がると罪悪の報いを受けてしまうわけ、有意識によってね。だから早くこの不安な状態から解決したいっていうことで安楽椅子をまた作り出して腰掛ける。一番のポイントは罪悪です。でも相手がなくてもでしょ、例えばこれを買ったら安心っていうような、なんか変な心理を使った人がそれを持ってれば別に相手はなくて安心。これを買ったら安心っていうのはまずそこから始まる。これを買ったら安心っていうふうにまず安心するわけです、うん、その場合は別にみんながそれを持っててみんな安心でも問題ないみたいな。でもこの状態では安心できないんです、うん、つまりあくまでも安心っていうのは存在価値を確認することによってしか安心できないので、
だから持ってない人を探さないといけない。あ、そうなんですか。その価値を確認っていうのは、はい、特に確認は確認でも高い方に確認しないとダメ。存在価値を確認っていうことは自分よりも低い人を探してそれを見下した時に初めて安心するから。結局高自分の方が上じゃないとダメって。そうそう、で上っていうことは下がいないと上にならないわけ。私だけで救われたっていうの、いうのにはならないんです。はい。そうなんですか。はい。救われてない人がいるから。そう。だから全ての人が救われたら、もう全然嬉しくないんです。その救われたって人が出てきたら、そっちの人がいっちゃうと、困るから、はい。だってそうでしょう。だって僕たちはまあ、こんなこと言っちゃなんですけど、ね。その所属していた団体はですよ、ね、救われなさいって言いながら救われると否定される。だからあくまでも救われるために努力していることが大事なんです。救われちゃいけないわ。そう、救われちゃダメなんです。救われたら見下せないじゃん。私のようになりなさいって言って私のようになったらそれ困るんですね。ね、100の何々1000の何々になったら困るわけです。私一人じゃないとダメなんです。救われた人は私一人、それかおじいちゃんおばあちゃん、もう追い先短い人、影響力の少ない人しかダメなんです。下でも要するに差別があれば存在自体を確認できるような気もするんですけれども、でもその結局自分が上じゃないとダメなんで、存在価値が高い方が感じないとダメなんです、はい、そうそうそう。だからもともと存在価値が高ければこんな差別の心は生まれてこない。だってあくまでそれは世間的な存在価値ですね。そうそうそう、世間的っていうか、はい、仏法的な存在価値ではなく、そう、だから救われましただけでは全然喜べないんです。苦しくなってくる。だから火の吐くような説法をして救われてない人たちを見下さないといけないわけ。ただ見下すなんてことは言えないので、ね、私はあなたのことを本当に思って伝えてるんです。一生懸命求めてください。その真実に価値があるかとか不安になってくる。そう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 、はい、でもその状態は模糊なんですよ。うん、そうそうそう、もう。でも模糊だって分かってないんです。分かってないんです。だから心からもう人に仏法を伝えずには折れない。あ、やっぱりそうだ、救われたら伝えずには折れない。音読さんの心が起きてくるんだと。違う違う。見下したいだけなんです。じゃあ聞いてる方の解いてる方のわけ分からない。そう、だから聞いてる人はなんかね、その解いてる人がね、上から目線で、見下されてるように感じる。まあでもあの人は救われてるからあんな風に言うから仕方ないけどねっていう感じ。あんな言い方はないんじゃないかな。そしたらね、私はね、本当にあなたが死んで五条の落ちていくことがもう耐えられないんです、だから伝えずに折れないんですっていう風に言う。嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘、ね、そうやって哀れな人だと見下して優越感 S に入ってるわけです、はい、こういうのが安楽椅子と言われるものなんですね。はい、分かっていただけましょう。